オーディオ CD の再生表示のデモ。ボタンのクローズアップビュー。コマドー CDTV とは1991年にコモドール社から発売されたマルチメディア機。CDTV はコマドーダイナミックトータルビジョンの略。当時は音楽用 CD やパソコン用 CD r o m の普及と同時にマルチメディアという言葉が流行した時代であり、CD という規格を策定した。 フィリップス社の CDI を筆頭に CD r o m をメディアとして採用したマルチメディア機がいくつかの大手家電メーカーからリリースされていた。パソコンのアミーガを擁するコモドールもその波に乗る形でこれまでコモドールが主なターゲットとしていたパソコンゲーム市場ではなくマルチメディア機市場をターゲットとして発売された製品である。CDTV のハードウェア構成は 同社のパソコンアミーが500とほぼ同じ仕様で AV 機器様の外観をした本体に CD ロムドライブを内蔵したものである。CDTV はアメリカの家電見本誌 CS で1991年5月にデビューし、続いてイギリスのワールド・オブ・コマドー1991でも発表された。当時のコモドールが拠点とし、 アミーガが最も普及した国であるイギリスでの小売価格は本体にリモコンと2本の CD r o m タイトルが付いて499ポンドであった。しかしパソコンとしてもゲーム機としても使い物にならないマルチメディア機の市場は家電メーカー各社が期待したほどには大きくはならなかった。フィリップス CDI を筆頭に3流社、パナソニック 3DO、パイオニアレーザーアクティブなど CD-ROM をメディアとして採用したマルチメディア機を標榜するハードはすべて商業的に失敗している。コモドール CDTV も例に漏れず失敗した。CDTV に固有の問題としては AV ファンに大きな知名度を誇るパソコンのアミーガシリーズの1機種であり、その中でも最大のヒット機種であるアミーガ500と同等のアーキテクチャを採用しながらも、 アミーガブランドを採用せず別ラインの AV 機器としての販売戦略を取ったことも一般 AV ファンの関心を引かなかった一因であった。また、コモドールはアミーガ専門誌でこの CDTV を盛んに宣伝したが CDTV はアミーガ500に CD r o m ドライブを付けただけのハードであったことはアミーガユーザーには周知であったためほとんどのアミーガファンはわざわざ CDTV を買うのではなく、Amiiga500 用 CD-ROM ドライブが出るのを待つという選択肢を取った。ほどなく、Amiiga ユーザーの期待に応える形で、CDTV 用ソフトにも対応した Amiiga500 用 CD-ROM ドライブが、a m ー i g a a 5 7 0という形でリリースされ、その時点で CDTV の存在意義は完全になくなった。 CDTV の設計を見直したモデルである CDTV2 が計画されていたが出荷には至らず、最終的にコモドールは1993年に後継機のアミーガ CD32 を投入し CDTV の販売を終了した。CDTV の失敗から後継機のアミーガ CD32 では対象ユーザーが曖昧なマルチメディア機ではなく明確にゲーマーを対象にした。 純然たるゲーム機としてアミーガのブランドでリリースされた。また、アミーガ CD32 はアミーガ1200のハードを流用している点では CDTV と同レベルだが、単にアミーガ1200に CD ロムドライブを内蔵するだけではなく、アキコチップを追加で搭載し、対応ソフトも CD32 でしか動作できない設定とした。しかし PC、 a t 互換機市場の拡大とともに、ホビーパソコン市場が衰退する中、ゲーム業界の市場でも遅れをとっていたアミーガの売れ行きも低下しており、経営が悪化していたコモドールは、アミーガ CD32 のリリースから半年後に、倒産した。CDTV は OS として、ミカウス1.3を搭載している。同年には、ミカウス2.0がリリースされているが、CDTV のリリースと、 ほぼ同時期となったために CDTV では採用されていない。CDTV は a m i ガ g a で動画再生を可能とするためにコモドール自身が開発した CDXL 規格に対応しており CD-ROM による動画再生をサポートしたハードとしては初期の部類に入る。内部のハードウェア構成は a m ー i g a 5 0 0とほぼ同じだがフロッピーディスクドライブが廃止された代わりに CD-ROM ドライブが付いている。外装はパソコンというより AV 機器のような雰囲気にデザインにされ、リモコンが付属している。最初期の販売モデルではキーボードとマウスも付いていなかったが、後にバンドルされるようになった。 t h e c o m m o d o r e c d t v i n f o r m a t i o n c e n t e r www.cdtv.org.uk2011 年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年4月18日閲覧アミーガヒストリーガイド2008年4月18日閲覧 ザビック・ブック・オブ・アミーガ・ハードウェア・コマドー、CDTV2、2008年4月18日閲覧。ありがとうございます。